今日のインタビューは今年のインタビュー最終回ということで、間違いなく今年のバファローズのルーキーオブザイヤーであろう茶野徳正選手に来ていただきました。茶野さん、よろしくお願いします。お願いします。まもなく9月も終わろうとしていますが、ルーキーイヤー今シーズンここまで振り返っていかがですか？本当にいろんな経験をさせていただいて、その中でなかなかうまくいかない時もあったんですけど、なんとか結果にこだわって、1年間戦えたかなと思います。プロ野球の選手相手に戦うことの、楽しさもありますし難しさもあると思うんですが、そのあたりは振り返ってどうですか？やっぱりプロの世界は本当に自分のヒット1本だったり凡打1本で、本当にいろんな方々、応援してくださっている方も含めて本当にチームの勝利に関わってくるんだなってことを本当に実感したので、もっともっとこれからもそうですし、結果にこだわってやっていきたいなと改めて思いました。そのプロ野球選手の凄さであったりとか、もっとこういうことができなければダメだなっていう部分はどんなところに感じましたか？やっぱり、バッティングで結果を出さないと試合にも出れないと思うので、まずはやっぱりプロの一流のピッチャーの、ストレートだったり変化球だったりしっかり対応して、本当打つ方で結果を残さないといけないなと思いました。先ほどファンの方のお話されましたが、スタンドではファームのゲームで見ていると毎回茶野選手のグッズ持っている方いらっしゃって、しかもそれが多いんですよ。これだけ茶野さんのファンがいるっていうことをどう感じてますか？本当に もちろんありがたいことですし、本当に応援していただいている方に本当に恥ずかしくないというか、しっかり結果で応えれるように頑張りたいなと思います。今舞洲ではどんなことを課題に設定して練習に取り組んでいるんですか？一番やっぱりバッティングでしっかり自分のタイミングでボールを打てるようにということを、一番に練習からやってます。今年1年間このプロの、施設 でプロの指導のもと練習してきて、一番伸びたなと思う部分はどんなところですか？ずっと積極的に行くっていうのはやってたんですけど、プロの世界に入ってもそこは恐れることなく積極的に打ちに行けたことは良かったというか、そこをプロの世界でもできたということが一番良かったかなと思います。今月20日に1軍はリーグ優勝を決めましたが、その瞬間の感情というのは嬉しさと、悔しい部分とあったと思うんですが、茶野さんどんな感じでしたか？やっぱり優勝の時にその場に入れなかったので、あんまり実感も湧かなかったというか、悔しさの方が大きかったと思います。その悔しさを CS そして日本シリーズにぶつけていきたいという気持ちもあると思うんですが、そこに向けてはどうですか？まずはやっぱり自分の、バッティングも走塁も守備もそうですけど、しっかりもっともっとできることを増やしていけば、増やしていってやっぱ結果も出していけばやっぱチャンスも出てくると思うので、まずはもっともっとレベルアップしたいなと思います。今日ウエスタンの最終戦ですが、また前島のスタンドに茶野選手のグッズ持った方いっぱい来ると思います。最後、茶野選手のファンに一言お願いします。まだまだシーズンもうウエスタンリーグは最終戦ですけど、まだまだ試合もあるので、本当に一球一球結果にこだわってやっていくので、これからも応援お願いします。ありがとうございました。茶野選手でした。ありがとうございました。